小林富次郎葬儀は1910年に制作された日本の短編ドキュメンタリー映画である。日活の前身の一社である吉沢商店が制作した小林商店創業者小林富次郎の葬儀についての記録映画である。2003年に発掘、2005年に復元され、フィルムは2011年6月に国の重要文化財に指定された。 日本で撮影された最初期のフィルムとして歴史的に極めて貴重なものとされる。小林富次郎の自宅を出発する創列東京キリスト教青年会館に到着する創列1910年12月13日小林商店創業者の小林富次郎が死去し3日後の同月16日に葬儀が営まれた。 同映画は、式場へ向かう葬列を3 5ト、mm、ルフィルムで撮影したものである。当時の映画会社の一社である、吉沢商店が受注し、制作を行った。葬儀は同日午後1時から行われ、映画は、東京府東京市神田区柳原賀市の小林の自宅、本店から葬列が出発するところから始まり、葬儀が取り行われた。 東京キリスト教青年会館へ到着するまでの皇程を撮影している。同僧列は、棺を積載した二頭立ての馬車を中心とした三列車による徒歩の行列であり、約1キロメートルにも及んだと言われている。映画には、東京市電が路上を行き交う様や、当時の建築物や人々の服装、髪型等も映り込んでいる。本作に登場した市電の路線は、その後、 1923年の関東大震災後に、敷設された安国通りに移設されており、それ以前の姿が捉えられている。創立のルートは、柳原貸し岩井貸し万世京南詰、万世京駅前、そして終点が、東京キリスト教青年会館であった。撮影者は、クレジットもなく、資料もないが、当時の吉沢商店の撮影技師であった。 小西良ではないかと推定されている。本作の制作を行った吉沢商店は納品書とともに本作のネガ上映用ポジフィルムを小林商店に納品した。2003年小林富次郎が創業した小林商店の後ろ身であるライオン株式会社にてオリジナルネガフィルム1巻と上映用プリントの1巻の合計2巻が吉沢商店から 小林商店に当てた本作の納品書と共に、霧の箱に収められた形で発見された。フィルムは、ライオン社から、東京国立近代美術館、フィルムセンターに寄贈された。フィルムセンターでは発見された、ネガフィルム及び、プリントの復元作業を、アマジカウェイストに発注し、2005年に復元が、完成した。フィルムセンターは、 このオリジナルネガから直接プリントを行った上映用プリントフィルムを作成。これを復元が行われた同年7月19日、同センター内ホールで公開上映を行った。同年10月には、イタリアのフリウリ・ベネツィア・ジュリア州、ポルデノーネ県、サチイレで行われた第24回ポルデノーネ無声映画祭でも上映されている。2011年6月27日、 本作の 35mm 可燃性オリジナルネガフィルム一巻、およ、映画フィルムの重要文化財指定は、2009年7月10日指定の、もみじ狩り、2010年6月29日指定の、刺激難航決別に続いて3件目であり、制作当時の上映用ポジフィルムを含めたものは、初の指定である。 1899年に撮影されたもみじ狩りのオリジナルネガはすでに失われていて重要文化財に指定されたものは後のデュープネガであり本作の1910年に撮影された映画用フィルムのオリジナルネガは現存が確認されるもののうちでは日本最古のものである東京国立近代美術館フィルムセンターでは 重要文化財指定直後の2011年7月23日に大ホールで公開上映を行った。同センターの組織改編に伴い、現在フィルムは国立映画アーカイブ相模原文館が保管する。ありがとうございます。